お兄さんの SDGs は？ゴムの再利用。どうも、熊五郎兄さんです。本日はこちら、じゃじゃん。山崎教育システム株式会社、山岸ズムじゃありませんよ。今回これご用意したんですよ。エコキューブラジオ3 Bluetooth。 見てください、学校名と学年と何組か、あと名前を書く欄があります。そう、中学校向けの教材です。あとね、なんかオプションパーツ、これだ、ソーラーパネル。パネルは緑と黒があるね。まあお兄さん今回2個買ったんだけどね。まあ緑にするか。そう、最近中学校の技術でラジオ作るらしいんですよ。お兄さんの時はね、テスターだったかな。しかも Bluetooth 搭載ですからね、すごいよね。でね、このラジオ知ったのはね、タモリクラブでやってたんですよ。タモリさんと剣道小林さんとグレーの久志さんの3人でなんかこれを作ってて、いや楽しそうだなと思ってお兄さんも買いました。説明書書いてありますね。ハンダ付けの練習方法とか、ハンダ付けの練習用の基板もついてるってね。え、電子工作やるんだったらやっぱこういうのをやりたいよね。一応このキットで、まあ、ハンダ付けと電子部品って何なのっていうことと、あと手回しで発電するのってなんでみたいな、なんかその辺が学べるみたいですね。なるほど。ということでね、今回はタモリクラブでもやっていたエコキューブラジオ3の組み立てをやってみたいと思います。じゃあ早速やっていこう。はい、それでやっていきましょう。ここ手回し発電だね。へぇ。電池は単三3本かな？そうだ、単三3本だね。アンテナがあって、発電のモーターからは端子が3本出てるね。赤、黒、黄色。電池ケースからは赤、黒できてる。アンテナは青線で出てますね。で、これは筐体。あ、ステレオスピーカーだよ。すごい。スピーカーはペーパー高音だね。8オーム 0.5W スピーカー。うん。手があって、あ、すごいね、 USB 出力あるよ。で、ここが多分ねソーラーパネルつくとこだと思う。電源が乾電池使うか、もしくはリチウムイオン電池って書いてあるな。どういうことだ。はい、基板ですね。ほぼ完成してるね。フロントパネル部分の基板は多分完成してるんじゃないかな。これがハンダ付けする部品ですね。全部書いてある。超親切設計。ダイオード、コンデンサ、トランジスタがあって、抵抗があって、うん、これが作る基板だね。あ、電源は USB だ。うん、こっちも基板だ。ソーラーとかダイナモーとか書いてあるんで、ここに配線するのかな。一応そんだけですね。用意しておく工具、ハンダゴテと固定台とニッパーとプラスドライバーの1番とハンダ吸い取り線。まあ、この辺はね、抵抗とかコンデンサね。コンデンサっていうのは電気貯めて一気に放電すると気持ちいいっていう部品ですね。主にスポット溶接なんかに使われてます。ハンダ付けの練習。ハンダ付けの練習をしながら、いくつかの実験や検証を行います。制作の前にハンダ付けに慣れておくようにしましょう。練習用基板、チャークロ赤金を5本使います。じゃあ早速練習からやっていこうか。で、ハンダも付属してるんですけど、まあお兄さんハンダにはこだわりありますんでね。アルミットのミルスペックハンダを使います。じゃあやっていこう。何の実験をしたいのかよくわかってないんだけどね。あー、なるほどね。1個でやる場合と、直列でやる場合と、並列で繋いだ時の抵抗値を測定するんだ。なるほど、よく考えてますね。とても良い実験だと思いますよ。はい、じゃあつけていきましょう。いいんじゃない。横から見るとこんな感じですね。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、じゃあ検査してみましょう。つけた抵抗は全部1キロオームなんで、この TP1、2の間はまあ1本入ってるだけなんで、ここは1キロオーム、そうですね、1キロオームですね。で、ここは直列になってるんで2キロオームですね。 TP3、TP4、うん、2キロオーム。で、TP5 と TP6 に関しては並列になってるんで500オーム。そうですね、500オームですね。はい、ちゃんとハンダ付けできてました。ちゃんと計算式も載ってますね。直列だと足し算、並列の時は和分の積かな。そんな感じです、まあ、とりあえずこれでハンダ付け練習は終わり。はい、何ですか、練習は必要です。
なんかもう一個実験があるみたい。エネルギー変換の実験。この練習基板の右側だね。ここに LED をつけて、まあ、ここに電源をつないで光らせるみたいなことをやるみたい。で、直流電源はそのまま使って、手回し発電機のダイナモね。これは整流してその電気を取り出して、まあ、交流は整流して直流はそのまま使えるよ、みたいなことを学ぶみたいですね。まあ一応部品少ないしこれもやっときましょう。LED つけて、これ曲線それぞれ逆。まあ、とりあえずちょっと、本当は順番にやるみたいなんだけど、とりあえず全部ハンダ付けしちゃいます。あ、なるほどね。この電解コンデンサーは、ちゃんと違いを調べるのに使うみたいですね。これだけつけるの後にしよう。はい、電解コンデンサー以外の部品をつけました。ここに電解コンデンサーつくんだけど、それはつけてない。で、ここにダイオードがあるんだけど、並列してジャンパー入ってるんで、ここは今効いてない状態ですね。全部こっち通っちゃう。ダイオードとしては働いてない状態。で、まずね、ここにね、リポバッテリー入ってんだよ、これ。ほら、300mAh。これを使って LED だね。電気の経路としては抵抗を通って、こういっちゃうね。あれ？あ、ここつけるべきじゃなかったかな？プラス電気が抵抗を通って LED 通って戻るっていう回路が理想なんですけど、ここかここね、つけるべきじゃなかったね。お兄さんやっちゃったね。やっぱり外そう。はい、ちょっと分かりづらいんですけど、ここの抵抗外してあります。ここね、ついてません。なので、プラス電気は、こういって、抵抗を通って、こっちの方を通って、で、マイナス側に戻ると。そういう回路ですね。電源から抵抗と LED がついてるだけ。ここ、電気通ってませんので。で、ここに直流電圧をかけてみます。多分、この C の LED が光ると思う。いきまーす。ほい、あ、ついたね。赤い LED でした。つきますね。はい。いや、手順通りやればよかった。で、次が交流の実験で、このハンドルね。一応3層交流らしいです。一番左と右しか使ってないらしいんだけど、あ、で、これは抜いてあります。ダイオードは繋いでない。まあ、こっち側がプラスの時は、ジャンパー通って、抵抗通って、LED の C を通って、戻る。で、今度こっちがプラスの時は、こう来て、こっちの D を通って、抵抗来て、ジャンパー通って戻ると。そういう回路ですね。プラスマイナス、プラスマイナスと交流で切り替わりますよっていう、それをなんか実験する回路みたいです。なので、C、D、C、D と、早く交互に点滅すると。じゃ、ちょっと回してみるよ。あ、ほら。まあ、両方ついてるように見えちゃうんですが、こうゆっくり回すとわかるね。両方チカチカしてると。はい。そんな回路です。交流電気ってこんなんだよと。で、次がね、またちょっと面白いんだけど、このジャンパーは切っちゃって、で、ダイオードをつなぎます。はい。ダイオードをつなぎました。この E のジャンパーはカットしてあります。で、さらに、この G のところにコンデンサを入れます。電解コンデンサですね。はい、つきました。これで交流電圧がかかると、ダイオードがありますよね。電気はこっち向きにしか流れない。ジャンパーも切ってあるから。なので、こっちに行こうとしても行かない。から、こっちだな。え？ごめんなさい。全然違う。こっちがプラスの時に、こう流れるんだ。で、プラス充電して、こっちに流れると。で、反対は流れないということだよね。ダイオードがブロックすると。なので、こっちの C だけが光るんじゃないかな？はい、行きまーす。お、正解ですね。あ、しかもほら、コンデンサが電気溜めてるから、しばらーくついてる。まだついてるもんね。コンデンサが電気を貯めてくれたと。で、ダイオードが整流したと。そういうことです。いいね。勉強になるね。いやー、学習したね。学習したら、ドクターペッパー。うますぎ。なんか中学生向けの教材だなと思ってたんだけど、やってみると思いのほか楽しい。よし、続き頑張ろう。はい、いよいよ基板の作成ですね。ラジオ作るというよりは電源部分を作るっぽいね。ここがリポバッテリーの端子。
乾電池、この3本足がダイナモ、アンテナ、これがラジオに行く出力端子なのかな、これがソーラーパネルから来る電源で、これ USB の出力だね。回路通りに部品が置いてあります。すっげえ便利。ちょっと回路見ていこうか。リポと乾電池合流してラジオとUSB の方に行くと、電圧の強い方の電池を使うみたいです。なので乾電池入れたら乾電池優先で、乾電池抜いたらリポバッテリー優先になると。でダイナモを回した時は、まあ、この6本のダイオードで整流してコンデンサに電気ためて、でぐるぐる回して発生した電気を切り替えスイッチ、ここだね、切り替えスイッチで USB 出力するか充電するかで、充電するやつはこういってリポの方に行くと。なんでハンドルぐるぐる回してリポバッテリー充電してもいいし、 USB 出力で携帯充電してもいいと。で DC 電源入れるとこう来てリポバッテリーを充電すると。でリポバッテリーの電気がこう来て USB から出力してもいいし、まあ、あとラジオにも行くと。まあ、このブロック図で行くと DC 電源とかソーラーパネルから来た電源がとりあえずリポに充電されるって感じなのかな。でラジオを動かしたり USB につながると、そんな感じみたいです。で今回ソーラーパネルも買ったんで全部使う感じだね。要は電源基板作るだけだね。じゃあやっていきましょう。じゃあまず背の低い部品からやっていこうか。大丈夫だね。綺麗にハンダ付けできたと思います。はい。まあ、そしたら組み立てていきましょう。まずギアだね。面白いね。これチューニングだ。あ、でも動いてる動いてる。中でくるくるくるって。なるほど。うん、結構しっかりしてんな。お、結構いい感じだよ。グリス入れた方が良かったかもしれないな。いい感じだけど滑らかさが足りない。もうこっちできてますからね、もともと。うん、入った。ボリューム全開になってた。フロントパネルは出来上がり。スピーカー端子ですね。逆に向けて欲しかったな。つけづらいです。これはこっちじゃなくてこっち側につけるべきだったね。しかもなんか弱い、端子が浮いちゃう。ちょっとここは良くないですね。あ、めっちゃぴったりで入るわ。サラビスが入ってないかも。ビスが違う。サラビス使ってないはずよ。めんどくせえな。うん、ここも皿じゃないですね。あ、ここ皿で止めてるわ俺。でも3本しかないよ。4本必要なはず。うん、ここは違うからね。結局1本足んないんだよね、したらこれが。やっぱサラビス1本足んないっすね。まあしょうがねえか。あ、ここまでやってコネクター入れ忘れた。うわ、めんどくせえ。コネクター忘れは、ここ。これはここにつなぐんだよ。基板の反対側にコネクターつけるのはやめてほしいね。させないから。で、電源基板ね。まずソーラー、ラジオ。はい。あとリチウムポリマーなんだけど、アンテナとか、まだつけてないよね。はい、ダイナモと、アンテナ。あと電池だね。こんな感じです。リアパネル閉じる前にサイドパネルですね。あとこのネジがね、磁石つかないんですよ。まあわざとか何かわかんないけど、それがね、地味に嫌です。お、かっこいいな。はい、完成ですね。
こんな感じ。かっこいい。タイムセット。もしかして同時押し？あー、同時押しだ。で、さらにもう一つは、こちらも地元では。すごい。チューニングすると光る。ほら。いいという風習がある。めっちゃ音いい。めちゃめちゃ感度いいな、これ。今、Bluetooth モードになった。あ、来た。キューブレディオ。普通にペアリングできた。本当になると、すぐ敵を殴りに行っちゃうムキムキのヒーラー。はい。音はちょっとこもった感じですけど、いいね。Bluetooth スピーカーにもなって、FM ラジオにもなってって感じですね。お、あとライト付き。すごい。あとアラームも入ってみたいですね。で、あとハンドル回して充電もできると。ね。地味にすごいと思うんだけど。はい、完成しました。はい、ちょっと充電してみよっか。充電は USB だね。うん、光ってる。あ、そうだね。USB 出力するとか、充電するとか、電源つないだらもう必ず充電だね。なんかね、めちゃくちゃ感度いい。ちょっとわかんないけど、オートチューニングみたいなのついてんじゃないかな。なんかね、適当に合わせるだけで選曲されちゃうんだよね。なんかね、やってると思うよ。ラジオ性能はめちゃめちゃいい。なんだろ、ノイズがほとんど入らない。なかなかいいと思いますよ。で、スピーカーステレオでしょ？で、緊急時には手回しで発電できるでしょ？すごいよね。で、あと持ち運び用の取っ手もついてるからね。こんなサイズ感。なかなかいいと思います。一応ね、値段は、お兄さんね、山崎教育システム株式会社に直接連絡して売ってもらったんですよ。ね、本体がね、3950円。で、ここにつけたソーラーパネルが別売りで、250円。安くね？全部で4200円か。ワンセット。組み立てができて、で、回路図とかも載ってるからね、学習できるし、これね、なかなか面白いと思います。そう、タモリクラブのやつ見てね、どうしても欲しくて、連絡したら売ってくれました。もともとは学校教材なんで、小売りはしてないっぽい感じですね。ちょっとわかんないです。まあ、細かいことは、直接お問い合わせください。お兄さんはわかりません。はい、ということで、熊五郎兄さんの出会いでは、普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。なんか改造ベースにも面白いかもしんないね。なんかアイディアあったらコメントください。ということで、本日はこちら、イタリア栗のモンブラン生ドラ、マロンクリーム。みんな好きだよね、栗。普通にモンブランですね。はい、いただきます。うん。普通になんかドラ焼きとモンブランっていう感じの味ですね。美味しいです。モンブランも結構美味しいんだけど、ドラ焼きが負けてない。うん。まあ、でも、生ドラって言うんだったら、もうちょっとクリーム増やして欲しかったかな。なんかね、ドラ焼きの方がちょっと強い感じですね。イタリア栗のモンブラン生ドラ。製造者、わらべ屋日曜デザート工場。カロリー250キロカロリー。お値段税込み 213.84 円ですね。ちょっと高いかな。ドラ焼き好きな人にはおすすめできるかなっていう感じですね。まあ、そうでもないよっていう人は、食べてもふーんってなっちゃうと思います。はい、ごちそうさまでした。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。